腰が、腰が痛い。この動画でも見るか。治った。皆さん、腰痛には悩んでいませんか？腰が痛い。そう、僕はプロバレエダンサーをやっているものなんですけど、そうですね、ダンサー、男のダンサーは結構腰痛に関しては結構つきものと言いますか、腰痛持ちっていう方は多いです。っていうのも、女性を持ち上げたり、ジャンプの衝撃によって毎日腰を酷使する職業なので、腰痛に関しての知識はかなり高いです。まあ、そこで僕がプロバレエダンサーの先輩であったり、まあ、整体師の方であったりから得た情報を今回はここで皆さんにシェアしていきたいと思います。そう、今から説明に入っていく前にみんなに知っておきたいかなり大事なことを3つ、お伝えしています。1つ目に、一概に腰痛って言っても原因は、星の数ほどあります。たくさんあります。それは日常生活の悪い癖だったり、ストレスから来るもの、睡眠質が悪かったり、障害、睡眠障害から来るものだったりします。僕は今回身体的原因から来る腰の痛みの治し方になります。ですので、もし僕の紹介したものをやってもあまり効果が実感できないなっていう方は、おそらく原因が別のところにあるのでストップしてください。っていうのも、他の原因究明に努めてください。二つ目、腰痛。まあ、腰の痛みって言っても、本当に腰だけに原因があるっていうケースはあまりないです。肩周りの筋肉だったり、お尻またはふくらはぎに原因があったりします。全身から来るものだっていうことをまず理解してください。3つ目、腰だけでなくて他の体の部位にも言えることなんですけど、筋肉を固定するっていうのは、まあ、動かさない状態でっていうのを保つっていうのはあまり良くないです。まあ、例えば学校の授業と授業の合間に、席を立たずにずっと座っていると、その後久々に立った後にすごい倦怠、体全身が倦怠感に襲われるのは多分みんな結構経験したことあるんじゃないでしょうか。仕事柄常に動いているとか、まあ、学生だったら授業中に動いているなんてことは多分できないと思うので、まずそれがあまり良くないっていうことだけをまず理解しておいてください。そう、これらを踏まえてここからの章では、立っている方が多い方、座っている方が多い方、運動するバレリーナを含めた運動をする方の3種類のパターンに分けて説明していきます。1つ目、1日の生活の中で立っている状態が長い人、この人の場合の腰痛は足腰から来る腰の痛みっていうケースが多いです。ので、今から紹介するのはふくらはぎのマッサージとお尻部分のマッサージの方法です。お尻の筋肉をほぐすことです。ボールを使います。このぐらいの方ですね。だいたいテニスボール一番手に入りやすいですね。硬すぎず柔すぎず、おもちゃなんですけど、おもちゃ屋さんに行くといいものが見つかるかもしれません。これを床に置いて30秒ほど、痛すぎず軽すぎず、グリグリやるんじゃなくてこうゆっくり押す感じですね。30秒ほどやってください。もしこのお尻の筋肉がタイトになっていると、背中の筋肉を引っ張ってしまうので、背中が痛くなってしまいます。ほぐしてやることによって背中の痛みも消えるので、これはかなり効果は、ね、期待できると思います。ふくらはぎ重要になってきます。ふくらはぎに置いて、これ簡単ですね。まあ、携帯いじりながらでもふくらはぎに置いて軽く転がしてマッサージ してあげてください。これはすごい楽にできるんで、こう放置しておくだけで、まあ、やりすぎは注意してください。そう、今から説明するのは、まあ、普段一日の生活の中で座っていることが多い人ですね。まあ、学生だったら授業中だとか、お仕事でデスクワークが多いなどですね、に当てはまります。まあ、普段座っていることが多い人の腰痛の原因としては、肩周りの筋肉が凝っているっていうことになりますね。それをほぐすっていうことが重要になってきます。今から説明します。まずエクササイズ1つ目、まず軽くリラックスして温めること、肩回しして肩甲骨の後ろを意識して伸ばしてください。ストレッチ、まあ、代表的なやつですね。こう前の腕の遠くじゃなくて、後ろのこの筋肉を意識してストレッチしてください。上も軽くゆっくりストレッチしてくださいね。あと首周りもゆっくりストレッチしてください。まあ、これがまず
簡単ですね。これは休み時間だとか、まあ、休憩時間を見つけて やれると思います。それだけだと多分足りないと思うんで、このボールを使います。そう、これをここに置いて肩甲骨周りの筋肉をほぐすようにやってください。痛い、そう、痛いっていう時は気をつけて、痛気持ちいいっていうぐらいを目安にやってください。痛すぎる方は壁にこれボール置いて、壁にこう置く感じにね、やってやると、痛すぎないから大丈夫。そうですね、こっからは運動をやってる人、またはまあバレリーナにの方にやってほしいものです。まあもちろんこの一つ目二つ目で紹介した肩周りだとかお尻部分のマッサージストレッチもやってほしいんですけど、あとふくらはぎもね、あとは加えて、ハムストリングス、ハムストリングスが凝り固まってるとやっぱりそれにつられて腰も引っ張られて腰が痛くなっちゃうので、ハムストリングスも忘れずにボールマッサージしてください。趣味は何ですかって聞かれた時にボールマッサージって答えれるぐらい生活の中に取り入れちゃってください。趣味は何ですかって聞かれた時に YouTube 動画投稿って答えるのはダメです。まあそうですね、運動をやる人は、まあ、できれば運動直後にストレッチとボールマッサージを行ってください。体が温まっている時に。腰は痛いけどボールマッサージもめんどくさいしストレッチもめんどくさいっていう方は、今から言う方法をちょっと試してみてください。まあ寝っ転がるだけで大丈夫です。まず一つ目に、腰を冷やしてはいけないっていうこと。腰を周りに腹巻きかなんか巻いて、この姿勢は腰に全く負担がかからないので、バレエダンサーでいうともう腰に腰を故障してしまった人とかは、普段、こういう姿勢でいます。チャンネル登録お願いします。 Yeah. And please like and subscribe. Bye bye.